レイシェンさんの人見知りを直すために、なぜかデートに誘われた日の放課後、僕が帰り支度をしていると。ああ、いたいた。スバル、帰りについでに買い物をしていきたいんだけど、一緒に来てくれないかしら。昨夜さんのそんな言葉で、周りの視線が一気に僕らの方へ向けられる。いいですけど、荷物持ちとして期待されてるなら、あんまりお役に立てないと思いますよ。大丈夫よ。今日と明日の分を買うだけだし、荷物持ちとして誘ったわけじゃないから。それじゃあなんで僕なんですか？こんな他の人に見られながら行ってもいいのかしら。それもそうですね。それじゃあ、買い物ついでに聞くとしますよ。僕は一泊置いて答え、カバンを持って昨夜さんと一緒に教室を出るのであった。それで、結局僕を買い物に誘った理由って何だったんですか？僕は昨夜さんから買い物袋を預かるついでに、僕が誘われた理由を聞いてみる。ありがとう。理由って言っても大したことじゃないんだけど、単に少しスバルと話をしたいなって。話ですか。例えば？そうね。例えば、どんなのが好きかとか、休みの日は何してるとか、そんな些細な話をしようかなって。それってあの家でするんじゃダメなんですか？いやまあ、そう言われたらそうなんだけど。家だと他の二人がいたりして、二人で話すってのも難しいでしょ。だからこうして買い物ついでにって思ったのよ。そういうことなら。まあ。私たちの共同生活が始まって、まだ一日しか経ってないけど、何か普段と変わったこととかあったかしら。普段と変わったことですか。ああ、お昼にレイセンさんからデートに誘われました。え？あの奥手な感じのレイセンから？奥手かどうかは、僕には判断しかねますけど、男性への人見知りを直すためにって理由で。そういうこと。というか、あの子男の人苦手だったのね。僕も詳しいことは聞いてないので知らないですけど、本人とあの女の人曰くそうらしいです。やっぱりというべきかなんというべきか。一日そこらじゃ、同居してるとはいえ、相手がどんな人かなんてわからないわね。僕も昨夜さんにそう思ってます。それで、デートの誘いには乗ったのかしら？断る理由もなかったので、一応。それに、レイセンさんがなんでか僕には人見知りしないらしいので。男性への人見知りがひどいらしいレイセンが、スバルにだけ人見知りしない。小さいから？いやまあ、僕もそう思いましたけど。そうでないことを信じたいですよ。ま、いいんじゃないかしら。私もスバルは小さくてちょうどいいと思うし。ちょうどいいって何ですか？ちょうどいいって。というか、それってフォローなんですか？さあ。それよりも、早く帰らないと夜ご飯の時間が遅れそうだから、立ち話はこの辺にして、もう帰りましょうか。わかりました。何がちょうどいいのか聞けないのは少し不服だけど、僕は仕方なく昨夜さんの隣を歩き家に向かう。この生活が始まって1日目だけど、僕は案外この生活もいいんじゃないかと思ってる。お弁当や夜ご飯も美味しいし、親元じゃないからそれなりに自由にもできるし。まあ、異性だらけな部分には目をつむらないといけないけど、そろそろ寝ようかな。読んでいた本を本棚に戻し、僕がベッドで横になろうとした時、部屋のドアがノックされる。はい。こんな時間にごめんね、スバルくん。もしかして寝るところだった？もう少ししたら寝ようかなって思ってたくらいなので、大丈夫ですよ。何か用ですか？あの、お昼のデートの話だけど、スバルくんはいつ空いてるのかな？って、そういえばいつ行くとかの話はまだできてなかったですね。僕はいつでも空いてるので、レイセンさんの都合のいい日で大丈夫ですよ。それじゃあ、今度の休みの日でも大丈夫？全然大丈夫ですよ。よかった。今度の休みよろしくね。はい、こちらこそ。話は変わるんですけど、レイセンさんが僕は大丈夫なのって、もしかして、僕の身長が他の男の人と比べて、低いからだったりします？ほら、確か昨日も威圧感がないとかって言ってましたし。ごめんなさい。私もなんでスバルくんは大丈夫なのかわからないんだよ。そうなんですか。これは捉え方によっては、そうって言われるよりいいのでは。いやまあ、どっちにしろ、僕が小さいことには変わりないんだけど。私も一つ聞きたいんだけど、いい？え？あ、はい。スバルくんは、その、この生活のこと、どう思ってる？まあ、異性だらけなことにさえ目をつむれば、それなりに心穏やかな生活が送れそうだとは思ってます。うん。私もそう思ってる。恋人になるならないは置いておいてだけど。あはは。確かにそれはそうですね。それじゃあ、おやすみなさい。夜遅くに来てごめんね。おやすみなさい。あの人本当に人見知りなのかな？まあ、本人も言ってたし、僕には人見知りしないとかでそう感じないだけなんだろうけど。まあ、なんでもいいや、寝よ。
それで、また僕を呼び出してどうしたんですか？いやはや順調なのか気になりましてね。順調も何も、僕は鼻っからあの三人の誰かや、ましてあなたと付き合う気なんてこなみじんもないですから。あら、私も加えてくれてるんですね。いらないこと言ったかもしれない。まあ、その考えが変わるのが今から楽しみですよ、私は。そういえば、昨日の今日ですから、まだ稲葉さんとのデートはしてないですよね。そりゃあ、まあ。いつデートするんですか？教えてくださいよ。めんどくさ。いつだってよくないですか、あなた。というか、理事長代理でしたっけ？の目的は、僕らの監視じゃないんですから。そうですけど。スッチー、私にだけ異様に辛辣じゃないですか。何ですかその呼び方。僕はどこぞの湖にいる首長竜じゃないんですから。まあまあ、私とサツキスバルくんの仲じゃないですか。仲って言われましても、僕はあなたの名前すら知らないんですよ。あれ？自己紹介まだでしたっけ？してないですしされてないですよ。ならばまあ、遅ればせながら自己紹介を。私は長江区、教師ではないですが。まあ、学校の関係者です。怪しい。何ですかその自己紹介。いやいや、そんなあからさまに聞かなくても。だって、学校の関係者じゃないのに、僕ら学生の詳しいこと知ってたり、学校にいたりしてるのに教師じゃないって、そんなの自分で怪しいですよって言ってるようなものでしょ。まあ、何でもいいですけど、とりあえず、あなたが他3人の問題を解決する頃には、きっと考えも変わってますよ。僕は別に、同居してるとはいえ、他の人が問題を抱えていようと、率先して解決しようと思うお人よしじゃないですから。さあ、どうでしょうね。それでは、休憩時間もそろそろ終わりますし、私との蜜月の時間はこの辺りで終わりにしましょうか。蜜月って。その日の帰り道。僕は一人で寄り道をしながら家に帰っていた。そういえば、今日は昨夜さん教室に来なかったな。昨日がたまたま用があっただけなのかな？そんなことを考えながら歩いていると、見覚えのある人が、数人の女子に路地へ連れて行かれる場面が目に映る。今のって。僕は気になり、今の集団が入っていった路地を見つからないように覗く。やっぱり。昨夜さんだ。よく言えば恐喝。悪く言えば集団リンチの現場に居合わせてしまった。いくら僕が男といえど、背丈も人数有利もどう考えても相手の方が勝っている。言い訳にしかならないけど、だから僕は何もできない。警察を呼べばいいと思うかもしれないけど。いや。多分それが正解なんだと僕も思う。だけど。昨夜さんをリンチしてる集団は、見るからに同じ学校の生徒だ。今ここで僕が変に助け舟を出しても、全てが解決するわけでもないし。下手をすれば、僕の目の前で行われている行為に拍車がかかるかもしれない。僕には見てることしかできない。かな。それから何分。いや、何十分経ったのだろうか。女子集団は路地裏から出て行き、少しして昨夜さんも出てきた。あ、スバル。見てたの？まあ。ごめんなさい。ん？なんでスバルが謝るのよ。いや。いろいろ考えすぎて、昨夜さんを。その、助けれなかったので。いいわよそんなこと。いつものことだし、教師に言ってもダメ。親も聞き入れちゃくれない、そのくせ。一丁前に世間体を気にして、何かあったら言って。なんて言ってくる。見てただけのくせに。って、つくづく思うわよ。見てるだけの奴も同罪だってよく言うじゃない。まあ。私はそうとは思わないけど。たかだか二日三日の関係だけど、初めて。今の言葉を自分に言われた気がして初めて昨夜さんを怖いと感じた。それじゃ、帰りましょうか。泥とかついてるし、私は早くお風呂に入りたいから。わ。はい、僕が見える範囲で、昨夜さんは怪我をしていない。多分、服で隠れる部分ばかりあの人たちは狙っていたんだろう。だからといって、帰り道で僕は昨夜さんにさっきのことを聞く勇気はなかった。止めるでもなく、助けを求めるでもなく、ただ見ていた僕に、心配する権利があるとも思えなかったから。